水色みたいなのが混ざってるマフラーを最近買って、でコロさんがお家に遊びに来た時にさ、そのあれだったんだよね、ちょうどマフラー袋から出したりしてたんだよね、新しいやつで、わー可愛いと思って、で自分のために買ったはずなんだけど、なんかコロさんに巻いたらこれすごい可愛いだろうなって思っちゃって、自分が巻くより先にコロさんに巻いちゃったっていうで最近さ、僕のマネちゃんがめっちゃ可愛いマフラーの巻き方してたから、その巻き方教えてもらったんだよね。マネちゃんめっちゃマフラーの巻き方可愛い、それどうやって巻いてんのって聞いたら、あ、こうやって巻いてるんですよってマネちゃん教えてくれて、その練習もしたくてコロさんにね巻き巻きしてたんだよね。でそれで、わー上手に巻けた、コロさんめっちゃ似合ってるじゃんとか話しててね、コロさんすごい、なんか普段マフラーとかあんまり巻かんから嬉しいって言っててさ、今度さマフラー一緒に見に行こうよって言って、コロさんと一緒にね、コロさんのマフラーをね買いに行く約束したんだ